今一通りお話伺ったアフィーラ、ソニーホンダのお車なんですが、ちょっとよくまだ理解できてない部分もあるんですが、今知り得た部分だけご紹介していきましょうか。ここ虎ノ門ヒルズビジネスタワーの46階に位置する会場なんですが、はい、ここをこれから発表会に使われる場所ということで、そうですね、もうこんなに東京の街並みを上から見下ろせるようなもう天下を取ったような気分になれる。いやー、これ天下取った感じですよ。景色の下でこの最新鋭のモデルが発表されるということですね。これ今あるこの辺のビルも低いビルじゃないですからね。そうなんですよ。もう地上から望むと本当に見上げるような高層ビルが多いんですが、はい、それをさらに上から見下ろすような場所ですね。アフィーラで見下ろすんですね。そうなんです。こういった場所でこの最新鋭の車を見るとまたひときわ輝いて見えますね、うん、そうですね、まあ、見た目自体はもうすでにセスとかで、まあ、公開されているのでご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、何ができるのかというのところをちょっと今回知り得たところをご紹介していきましょう。はい、はい、外観ね、なんかつるんとした感じですよね。そうですね、うん、とにかくまず一つ目が空気の抵抗が少なそうなそうつるりとしたボディが特徴になっていますね。本当に、まあ、これはコンプセプトカーなんで、まあ、量産仕様ではないとは思うんですけども、ホイールもこう風の抵抗を受けにくそうな、はい、フラットな面で構成されている印象です。フラットですけどブレーキキャリパーが赤いですね。そうですね。あ、本当だ、ちらっとやっぱ覗いてるんですね。覗いてますね、覗いてますね。ちなみにね、タイヤ見るとね、はい、ブリヂストンポテンザ S001L S001L かなりスポーティーなスポーツラジアルタイヤがついてますね。まあこれ走りも、これタイヤサイズ、まあプロトタイプなんでちょっとよくわからにませんけど、フロントが245R21、あ、ランフラットの21インチですね。リアどうですか。275 35 RF21、275ですよ。すごい幅ですね、これ。これ、なんかやっぱり氷袋っぽいですね。そうですね。ですね。もう大トルクを受け止めるリアタイヤっていう感じもしますが。うん、で、フロントバー、メディアバーって呼んでましたっけ。あ、メディアバーって言ってましたね。ここにいろいろ表示されると。はい。で、今、チャージング 82%。外から見ても、この車の充電状況が分かるということですね。いや、しかし解像度が高いですね。まあ、まだどんなふうに使うかっていうのは、はい、これからいろいろ進化していく感じはあるようだったんですけれども、そうですね、まあ、絵が動く時のあの繊細さ、そうですね、ドットが細かいですもんね。すごいですよね。うん、ちょっと今までの車の概念から離れて、うん、なんかこうデジタル機器っていうかね、もう、そうですね、まあ、映像の世界かな、モニターで見るようなザ・ソニーって感じがしますね。ねえ、まあ、あのほらメルセデスとかさ、はい、あのヘッドランプとか、まあ、あちらヘッドランプとかがプロジェクションマッピングレベルのさ、そうですね、すっごいライトを使ってたりするんだけれども、うんうん、でもなんかこれはなんかあれですね、こういう画面表示がある意味ソニーっぽいですよね。いや、ソニーっぽいですよね。やっぱ新しい風を感じる、うん、つるりとしてますね。つるりとしてますね。あ、後ろもメディアバーなのかな、これ産休ハザードとかもできるようになっちゃうんですかね。ねえ、でもなんか一挙一動がなんかこういちいちこう見てしまいますね。そうですね、そうですね、なんかこう気になっちゃって目を奪われる感じがあります、うん、だそれだけ私たちが今まで見てきた車と表現が違っているのかもしれませんね、はい、そうですね、まあ、コンセプトカーみたいですよね。いや、本当そうですよね。でもこれ市販に向かって開発されてるわけですから、ね、なかなか面白いですね。面白い、まあ、そしてこのデザイン、とにかくシンプルを極めたエクステリアのデザインになっているという説明があったんですが、はい、ドアハンドルを探していただきたいんですが、そう、ドアハンドル探していただきたいんですが、ないんですよね。どうですか、ないんですよね。前後ない。前後ありませんね。前後ありませんね。これあのキーを持っている状態、キーというかさっきスマホを持っていたのかしら。そう、スマホ持ってらっしゃいましたね。デジタルキーですかね、はい、デジタルキーを持っていくと、はい、ここのカメラでこの B ピラ部分にあるやつで、はい、顔認証をするというふうに言ってましたよね。そうですね、はい、うーん、45個のライダー、レーダー、センサーがついてるって言ってましたよね。言ってました、ライダーが、ライダーがそのいわゆるエイダス系のためのライダー、はい、まずあのなんかエアインテークのように見えるけれども、あそこライダーですねっていうふうに言ってましたね。でもこんなに天地方向
がまず薄く作れるものって今まであまり見たことがないですし、うんそうですね、取り付け感もすごい綺麗に滑らかにつけてますね、うんうんうん、でもやっぱりライダーって結構遠くまで遠方まで周りの状況を確認しなければいけないセンサーになってくると思うんですけど、うん、取り付け位置はやっぱり上の方にしたいんですよね。そうですよね、やっぱ上についてるものなんですね、うんうん、パッと見藤友さんどうですかこの車の見た目的に。いやー、まあ、まずですねこのミステリアス、うん、今までと何かが違うっていう、うん、この意外性っていうのかな。そうですね、ここにねなんかちょっと気になっちゃうんだよね。いや気になっちゃいますよね。なんか恋愛とかもさ、なんかその人が好きとか嫌いとかよくわからないんだけど、おっと語り出しましたよ。なんかこうさ最初なんか気になっちゃうんだよねってことない。まあ、なんかすごいかっこいいとか、うん、すごい綺麗とかそういうのもあるんですけど、うん、ちょっとこうミステリアスだとググッと惹かれますよね。そうなんですよ、うん、だちょっと自分の気持ちもよく理解できてないんだけど、うん、なんか気になっちゃう存在っていう。なるほど、ね、いやちょっと惚れてますよ。惚れてるの？惚れてる。どんなところに？ちょっとニヤニヤしてますよさっきねあの社内でのエンタメ系、例えば音楽とか映画とか結構すごいソニーさんなんでね、あの体験できるんですけど、ちょっと YouTube の判件上ちょっとお伝えできない部分見せられないものばっかりでしたよね。いっぱいあるんですけど、はい、すごいですね、これだけワイドなディスプレイで表示されるところ、そうですね、見え方が全く違う感じがします。違いますね、はい。この車のあのインテリアの大きい特徴の一つでありますこの横一文字のスクリーンですね、私たちパノラミックスクリーンと呼んでおります。で、あの特にこのセンタースクリーンと助手席側のスクリーンに何かこう隔たりみたいなものがないので、あのこの画面自由に使うことができると。例えば運転にあのドライバーの方が集中したいときは、まあ、贅沢に使って集中したりですね、ここにあのナビを表示しながら助手席の人は自由にコンテンツを楽しめる。またあの自由にこのコンテンツですね、こういった形でアンタッチスクリーンなんですけれども、まあ、選んだりということも可能になっております。続いて音楽ですね、ご説明させていただきますと、あの今回ですね、ソニーの360リアリティオーディオという技術を中に搭載しております。要はこの360度から音が聞こえてくるというような技術になっております。で、今のスピーカーがですね、この前面のこれがスピーカーです。で、このドアを走るこれもスピーカーになっています。で、あのシートのこの首の部分にもスピーカーが入っています。ここですね、はい。で、シートの下にも埋め込まれていたり、あと後部座席でいうとこれもスピーカーに実はなっています。あのここにも実はカメラがついていまして、まあ、このカメラを使って、その方の身長だったり耳の位置みたいなところを把握して最適な音楽を調整しながら届けるというところを今考えています。で、その他ですね、まあ、今回あのソニーとホンダの、ジョイントベンチャーというところもありまして、まあ、特にあのコンテンツ系は、ソニーがかなり強みを持っている部分になります。映画、音楽、そしてプレイステーション5というものが、まあ、社内でできるようになっています。これ実際 の実機がこの中に入っているわけではなくて、あのリモートプレイを想定しています。なのであのご自宅にプレイステーション5があって、まあ、そこでやめたところをこの社内で再開できると。で、あの先ほどあの音量ここで調整したんですけれども、ここであのボリュームだったり、ここのあのそれぞれのコンテンツを選べたり、まあ、ここであの選択したりというところもできるようになっています。やはりあのタッチスクリーンとはいえですね、運転中に要はこういう姿勢になって操作するのはやっぱり安全上も良くないだろうというところで、まあ、よりこう実用的にここの手元だけで操作できるというところを考えています。で、あとあの最後ですね、このステアリングですね、私ヨークステアリングと呼んでおります。まあ、最近ではこういった形の車も出てきてあると思いますけれども、まあ、私たちの意図としてはやっぱりこの横のこのスクリーンの視認性を上げるというところで、でもこういった形を採用しているというところになっております。音がすごくなかったですか？すごかった。さっき運転席で私聞かせていただいたんですけど、はい、すごい、まあ、臨場感ってさっきスタッフの方おっしゃってましたが、はい、なんかもう音がまとまって詰まった音が自分にこう伝わってくるよう な、うんうん、なんかそんなイメージでした。なるほどね、うん、でしかも何でしたっけ、そのこれ EV なんでね、モーターを踏み込んだ時のそのフィードバック、ぐーっと力が出る時にはその映画をイメージした音がこう帰ってくるって言ってたね。連動するって言ってましたよね。そうだから、そうそう、まあ、今日はちょっと走らせることはできないんだけれども、はい、まああやって再生しているだけでもかなりこう抑揚のある感じだったし、うんうん、なんか音楽とかをかけると車内にイルミネーションが連動して、はい、それが赤くなんかこうアドレナリンが出てくるような、そうメーターの方も、ね、例えば、うん、
ちょっとアクション系の映画だとメーターも赤くなったりとか、そう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 、人がどう感じるかっていうのがこの車のテーマだと思いますので、はい、なんかそういった新しい体験という意味でも、うん、これから何かやろうとしている感がもうムンムンと伝わってきますよね。ありますよね。いやでもあのスピーカーなんかも本当にファブリックで覆われているので、うん、どこにあるのかわからないぐらいの、そうなんですよ、ね、感じでしたよね。あのいやそのスッキリ感もまたなんか内装のデザインもいいなと思いました。いやおしゃれですよねやっぱり、うん、今時の最新の技術を最新のモダン家電的な要素をしっかり組み合わせている感じもしました。うーん、25年発表発売、26年デリバリー、このタイミングで発表される理由は何だったんですか。あ、だいぶ早いタイミングでってことです。はい、皆さんに早く見ていただいてご意見を頂戴しよう。ここからまた加速、開発が加速していくわけですね。そうですね。なるほど。特にソフトウェアのところを中心にですね。じゃあまだそれがフィードバックされて実車発売される頃にはさらに何か素晴らしい車になってるっていうことですね、はい、それは楽しみですね。カラオケがしたいですあとちっちゃいことですけど、そう、あと整いたいってさっき言ってたので、そう、整いたいですね、はい、整うっていうのは今の時代のテーマかもしれないですね。疲れてる人多いと思うん で、 そうです、やっぱ車乗って整えたらいいなっていう気がしますねえ、あとは仕事の効率を上げるために最近お昼寝させてくれる会社とかあるじゃないですか。なんかそういう10分15分の間に何かそういうリラクゼーションの空間ね、集中するためにその後、そうなんです、ね、眠いときは寝るのが一番なんで運転中も、うん、と停車中にこうなんか眠りをいざなってくれるような、 なんかソフトウェアがあったりすると、ね、だからぜひ皆さんもこの動画にこういうことできたらいいんじゃないかとか、ああいうことできたらいいんじゃないかっていうのをぜひコメントいただけると非常に我々も勉強になりますので、そうですね、はいはい、これにてアフィーラご紹介終了いたします。はい、ソニーホンダのアフィーラでした。ありがとうございました。ありがとうございました。